はい、たけし農場です。茎レタスのね、完成します。で、これ2、3日前にね、ここへ定植したんですが、1袋を巻いて生き残ったのが4株と笑っちゃいますよね。でもしょうがないよね。はい、で、そのまあなんとかね、生き残った4株を大切に育てようと思いまして、毎日ね、灌水してます。で、茎でレタスはね、名前の通り レタスの仲間なんで、苗もレタスに非常に似ております。で、これはね、嫁のリクエストなんですよ。嫁のリクエストでね、これ結構人気があるみたいです。で、今朝ね、ネットで見ましたら、茎レタスは、春っていうか冬かな、2月3月の頃種まくのと、8月頃種まくのとね、なんか2回収穫できるっていうことなんで、今年はそのね、2回収穫にちょっとね、挑戦したいと思います。はい、茎レタスの完成ですね、の様子でした。以上です。